はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿大久保並木金田ロッキーです。中居正広くん、年内いっぱい休業ということでね、まあもしかしたらガンなんちゃうかとかどうのこうのなあ、みんなやっぱり隠したりもするもんな。亡くなった、まあ昭和天皇とかもそうやったし、病気自分の意思で公表する人もおればしない人もいますからね。みんな周りがでも心配しすぎるんで、言っておりますけれども、はい、もう中居君も逆にね、なんか公表しないから、しないってことはある意味あんまり良くないんかなと思いますけれども、はい、そんなこんなでちょっとまあ、中居君ちょっとどんな感じなのかね、まずちょっと全体運として占わせていただきます。はい、中居くんの占い結果、まあ一応全体運として出しましたが解説していきます。ここもちょっと暗闇がかったカード、まあ自分本位のことができてる、バランス取れない、我慢の限界、仕事はしてたものの暗闇がかってきて病魔が蝕んでいったってことなんかな。その結果としてちょっとまあバランス取れなくなってきた、テレビお休みしないといけなくなってきた、今ちょっとまあもうごちゃごちゃ言われるし、ね、もうちょっと引っ込んで、あの 病気ただのな療養というか、まあ、あと体力戻すための療養ぐらいやったらええねんけれどもな、なんかほんまも治療が大変やとかで、そんなんやったらちょっとかわいそうやし、ただな、お金は大丈夫、まあ、そらもうなお金はあるやろいう話やねんけれども、で暗いカード、これやっぱり隠さなあかんとか、病気これ2枚出てるからな、やっぱ暗闇がかってんのよな。トラブルもね、こう出てる方が大きいトラブルになるんですが、こう出てる方が小さいトラブルになるんで、まあそこまで深刻な状態じゃない。ただまあまあまあがんやったとしても、まあまだなんかな、ステージ前の方というか、もう手遅れでもそんなんじゃないと思うねんけれども、まあやっぱり軽いトラブル出てますからね。はい、お金は大丈夫やねんけれども、ちょっとまだそれが時間かかるのか、年内言うとったってもうちょい伸びるかもわからへんしな。なんかげっそり痩せて出てきて、大体もそんなんやったらな、結構きつい病気なのかなと。抗がん剤治療とかやってたら髪の毛抜けたりもするからな。まあとりあえずそう、時間もうちょいかかる、隠さなあかん、ほんでまあ例えばがんやったとしてもそこまであのステージは高くはないんですけれども、はい、まあ病気もうちょいかかる、出てきたとしたってやっぱりね、感知すんのはもうちょい時間かかるとか、そんな感じにはなるんじゃないですかね。はい、まあ一日も早くね、元気な姿見せていただきたいと思いますけれども、まあ年内年明けには出てくるって言ってるけどな、年明けに出てきてくれんのかな、それちょっと見ますね。時間かかるの出てるからな。はい、中居君年明けには出てきますか。なんか微妙やぞ、歯車回らん、やっぱりなトラブルやって前に進めない。これ彼が今ね、あの一緒にいる、あの一緒にずっと働いてたスタッフとか番組、彼にとって大事なものから離れているっていう状況ですね。
我慢だから、お金は貯まったお金はあんねやろうけれども、その収入はなくなるから、お金がちょっと収入が落ちるってカードですね。で、外に羽ばたけない、いやまだちょっと問題あるんちゃうか、もうちょいかかんのちゃうか、だからねえ1月のクール、春のクールとかまでなっちゃうんじゃないかな。まあまあまあ、だいほんまにね、だから僕予想ではなんかがんのステージ、そんな高くはないけれども、そんなんちゃうんかな。はい、もう早く、一日も早くね、元気な姿見せていただきたいと思います。もう治療専念してほしいですよね。はい、ドライバーまでもないろんなプレッシャーもあったやろうし、はい、一生懸命働いてきたからな、ストレスもあったやろうし、はい、まあ一日も早く良くなることをお祈りしております。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。